それでね、私がね、覚えた。それでも親父やっぱ阿部がいいの。ね、阿部がやんねで誰やんのよ。またこういうこと言ってる。海藤さんどう思います？まだこういう幻想を言ってる人が世の中を狂わしてんだよ。今ね。いや、安倍は、なんで止めなくていいよ、おふくろ。なんで止めちゃうんだか。言わしてやれよ。今 YouTube 撮ってんだから。おふくろ、言わしてやれよ。こういう人が大半なんだから。だからこんな国になっちゃった。なんで？俺は流れに言ってんの。反対したってダメだから。ほら、負け犬。負け犬がこういうやつに騙されてんだよ、ほら。いけた。え？うん。あの、おふくろ、今の流れでいいっていう人は、あの、今の流れでいいっていう人は、今満足してる人で、今ずるいことしてる人たちなの。いや、そうなんだよ。でも、親父なんかずるいことしてねえのに、今の流れでいいなんて言ってんだ。相当だな。親父は金持ちの味方だな。親父、金持ちには喜ばれんぞ。親父、金持ちには喜ばれるよ。金持ちもあんまり汚いから。だから親父みたいな人が大勢いるからこの国変わんないんだよ。親父みたいな人が大勢いるから変わんないんだよ。負け犬が。諦めてんでしょ？諦めは負け犬だよ。諦めは負け犬、弱虫。私は戦います。安倍が相手でも絶対に。子供たちのために。国会議員のあれな。国会議員にならなくたって国会議員を応援することで安倍と戦うことはできんですよ。国民が何を言ってんですか。国民が票を持ってんです。一人一人の国民の票を動かせればいいんです。イエス、いいこと言ってるよ、おふくろ。負けんじゃねえぞ。おふくろ、親父なんか負けんじゃない。だから悪い方に合わせることねえんだよ。いい方に合わせた方がいいんだよ。自分のね、自分の面白いがね。吠えたってダメだよ。ワンワンで終わるだから。で誰が巻き犬なんですか。誰が巻き犬。一人や二人でやったってダメなの。一人でもやろうとしないやつが二人になってもできないんです。最初からそんな巻き犬がこの日本にはいなかったんです。いつの間にかああいう巻き犬になっちゃったんです。おふくろ、親父なのに恥ずかしい俺おと同じ男として情けないでしょ。でもよかったなおふくろ、俺がいて。そうだね。な。100馬力で。100馬力だ。諦めねえでしょ。え、男はこうじゃなくちゃダメなんだよ、日本男児っていうのは。ああやって骨抜きにされちったらみんな諦めてんの。諦めないから。いいわけ、言い訳言いな、そこで。言い訳言いな。時間はよ、待ってねえんだぞ、バカ。言い訳言いなよ、ほら。だから時間待ってねえ。時間待ってねえからやってんでしょ。ちぐはぐなんだよ、今の年寄りは。負け犬しかいねえんだよ、今の年寄り、自民党に入れてる奴ら。みんなね、今やってる人がいいと思ってただけで勉強してないんだよ、勉強。そう、かわいそう。だから勉強してない。勉強してねえから今がいいの。知ろうとしないから素人で、恥ずかしいこと言ってることが分かってない。だから知ってしまうと、知らない。恐ろしいよ、そう、俺見たくなっちゃうの。知っちゃったら。やっぱり知ることは大事。大事だよ。いいこと言ってろ。だから、一票は一票だから、安倍も一票、私も一票。ね。安倍はものすごいお給料もらってるだろうけど、私は年金でなんぼでもねえけど。おふくろ悔しいよ。うん、